はい、皆さんよろしくお願いします。jst グレグリスタリームですね。今日はいよいよですね。あの皆さんが待てたと思いますけども。も、えー、ホログラムマイン2でだいぶ難した。トピックスですね。アルコーンの正体とか？ ネギティビティグループに関する大事な話ですね。これはだいたい3、4本の動画にまず分けていこうと思っています。たくさんこれからね、このテーマを触れるべきだと思うけど、なんか今年のこの8月、ライオンズゲートの越えてから、ちょうどエリザベス女王の,、えー、あのシーンについても含めてね、これは関係しているので、本当に皆さんの あのどのぐらい認識してたとかどのぐらい意識はしたく,したいしたくないといういろいろ個人差があると思いますけどもも,うもはや避けられないこのネギティビティーさんたちの正体です、ね、本当に地球の,このコンタクトの現状と本当の真野選手の現状はこれはもうあの不可欠のピースであの語ってない、認識してないあのともうい本当に。あの 不完全、もうあの危ないほど不完全の情報になってしまいますね。えところがまあ我々がねあの人生、この世界を体験してない人の、特にスターシルは体験したいないスターシはもうほぼいないというふうに言えるし、まああのマクロスケールで我々がこの地球の非常にコントロール、えー、さらにコントロールが強まっているあの世界にも住んでるし、それでも、あの 個人レベルにも家族を通じていろんな学校会社それとのさまざまな社会のコミュニティを通じてこのマインドコントロールのね非常に恐ろしいダークネス闇の影響が充満しています。 ところがね、友好、えー、的なコンタクト、高度のスピリチュアリティ、も,もしくはこの次元上昇の,あの意味そのものが、そのコントロールシステムからも話す、こう卒業する、超越することがもうエッセンスなんで、あのこれは、えー、いかにもどんどん明白にこの関係を、えー、あの見せるあの、理解する必要があります。 ET ガイドシリーズでね、いろんな銀河のグループとか新しい本あの、スター・ファミリーと出会う完全なビブックにもあの皆さんが大好きな、ね、シリーズ、オリオン、えー、プレイリスト、アルクトゥレスなどなどの仲間たちがね、銀河ファミリーの仲間たちが出会ってますけども以前 YouTube でもね、その銀河のシリーズね、それぞれのグループの正体を出してますけどもあの個別に、ね、あのレプテリアン、ドラコニアン、ネガティブグレイ、それともアヌナキなどいろんなあの あのアルコングループの意識体の紹介をこれからしますけども、えー、全体的に言うとですねあの彼らが共通する点がいくつかあってまず1つはあの、えー、秘密主義ですねもう隠れてあの見えない隠れてる動きで非常にあの奇妙なそういうトリックをたくさん使ってあの騙す力もすごいですねもう驚くほどこういう騙す力があ,のあって。 まあ、人間じゃないからあの私たちのスターシードには想像を絶するほど、ね、愛がないとかその愛のないさとかその他人の痛みとか弱いところをあんなにあの意図的に操作するようなあの悪意を性質を持つ、えー、存在がいること自体がもうなんか理解できない、ね、スターシードが多いと思いますね。ねねただ残念ながら、ね こういうことがあ,あると <laughs> であの。それともあの僕らは、ね、もうあの活動の中で10年以上しっかりと、えー、直面してあ,のありがたいことにたくさんも何百人対何千人対にこのそのコントロールから外すサポートをしていますね。個人写真でねもうしょっちゅう来ていますね。えー、ネグティブアタッチメントあの さまざまな形でこの負担とか被害を受けている人たちは次から次へうちにセッションに来ていますのでグループワークもそうですね、なのであのインプラントアストロインプラントとかさまざまなそういうい今、注目するべく話題があのようやく明るみに出ていますね。決してあのこれはね怖がることでは全然なく非常にあのこの話していること自体が解放の,一種あの側面解放の一部。 と思ってほししいしそれともあのそういうものを取り除くことも早いしガイドたちもあのすごくスタ,スタンバってますからすごい、えー、サポートはもう豊富でいろんな種類カテゴリーのサポートもあ,のありますそのいろんな闇グループの一つの共通点ですけどもあのパラサイトでもありますねこれ非常に彼らのアキリス点ですよあの彼らの動く正体とか心理ですね心理学的に 一番闇グループはあの困っていることですね、これは。えー、彼らは自分たちの想像次元との接触が分裂されていることによって自分たちのものが本当はないんですね。だから他人から奪うことがあの彼らの生活集団ですね。で、あのえー、パラサイト・コイっていうふうに、ホログラム1 ホログラムマイン1に紹介してますねこのパラサイト行為の原理が分かればもうあれとあらゆる問題が一気に解決しますし逆分析できる、えー、あの シシチュエーションがかなり増えますところがねこのマクロレベルのコントロールシステムはあの崩れかけてますから本当にこのカオスの中で皆さんがあの我々が紹介しているツールね12次元シールとか手放し宣言いかにもこの心理的にエネルギー的にぶれない自分となる必要があると思いますし、えー、サイキックアタックとかうこういうあの解放 えー、されたくないですね本当にはっっきり言ってもうあの最後まで、えー、抵抗するぐらいの,あのアルコーンたちですから残念ながら飛び回ってる握り回ってるあのネクティビティ存在も多いんですね増えてますこのでも目の前にですねこの古い3次元が壊れかけながらですねあの存在する場所がいい場所がなくなってるあの闇の存在がすごい増えててその中であの やっぱりこう手上げしてあのギブアップする存在がいれば最後まで抵抗してあの戦う体制を持つ存在も多いんですね。でその理由が、アセンシュの現象の中で次元,次元自体がだんだんずれて彼らの波動が変えない限りはあのそのウェーブに新しい地域に乗り切れないのであの乗り換えることもできないからあのもう慌てて今もう本当にそもそも波動的に。 あの空間的にもいい場所がなくなっているから違う場所にどんどんボンと侵入してくっついて、スターシールに今度便乗しようとするケースが増えていますんでなのでそこはえすでに養心するべき部分もありますねもうあの動物もですねやっぱりこうあのメスのライオンとかあのいろんな動物の子供を守るときにもう朝、昼、晩ですねすでにそのプレデターがね侵入者が 来ててもおかしくないいぐらののアンテナが張ってるのであの、同じくあの皆さんがそのセルフマステリーの一部ではあのフォルスライト西光の,あの力に麻痺して全ては天国っていうこういうあの現実逃避はまだまだちょっと早いんであの特にライトウォーディアを先頭にあの戦いもで全然なくだけどもやっぱりこの不正をあの発覚して。あの 調整するクリーリングする任務がすごく必要ですねもう本当にライトウォー募集ア大募集中ですね <laughs> うちは本当にライトウォリアーア大募集中と思いますこのパラサイトインはねあのトラブルを起こす時とかそう説明ができないようなトラブルとかあの特に普通の霊的表現以上にものすごいあのアグレッシブな問題を起こすまたスピリチュアルなんでこれは我々スターシーで意識するべきかというとそもそもスピリチュアルの 成長そのものをブロックするような妨害してくるんですね、アルコンの存在は。なので、この一生懸命成長して覚醒しようとしているあなたは、もうグラス天井にどんどんぶつけ続けているのが、このネギティブアタッチメント、あのネギティブの取り締りとか、さまざまなアルコンの制限、コントロールによる現象ですね。これは気づいてない限りは、残念ながら、このグラス天井を抜けることもあんまりないですね。 ですので、すの今回、新しい本にもねもう、いかにも自力で自分で本当の宇宙ファミリーにつながることによってあのハードを上げよう、上げようと言われてもそのグラス天井がある限りはもうグッとこうロープが足が地面に。あの 固定されているぐらいの状態になっちゃうから、そのロープをまず外さないと話にならないじゃないですか。なので、スターフ,ファンとつながって、実際にそういうネガティブアタッチメント、ネガティブ取り縛りとか、負荷を外して、あの自由にあの自分のペースで今度成長していくのは、あの、 これから皆さんが体験するべくやり方ですね。ところがね。やっぱり陰謀論もね。本当に皆さんが見てるニュースとかもうディスクロージャーの分野の中でもね。やっぱりあの陰謀論もそのものがだいぶ劣化してて、強風のエネルギーを使ってね。アルコンのもう一つのすごい。あのトレックが恐怖心のエネルギーで揺さぶるあのパワーハラですね。これはあの強風肌ですね。あの。 いワンンパターででしかしないんですねこれはだんだん,だん,だんこう分かりやすくなってますけども、えー、実はもう一つのアルコールの秘密があの本当の変化は欲しくないんですね。もう今までの皆さん眠っている地球の世界をそのままあのキープしたいしだんだん,だんだんこの AI コントロールとかさらに、えー、こういうあの。 これからね、SDGs などそういうね、2030年計画などのそういう方向性にあの行こうとしている皆さんが、えー、いるんだけども、世界が終わりますよとか、あの大災害が増えますよとか直下、東京直下地震が来ますよっていうお揺さぶりながら、本当の変化を、本当の変化は望んでないっていうのは、彼らがまたその奇妙なトレックですね。それをどんどんん知ると本当の変化を我々が えー、理解できるし、この恐怖心の罠から抜けられるんですね。はい、また続きでその話もしたいと思いますので、いつもありがとうございます。今日アルコーンの正体ですね、えー。アセンシュ学シリーズ続きます。いつもありがとうございます。オープンハートオープンマインドで言いましょう。はい、またねー。